父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に。今日は1月8日、土曜日のミサの以降は、昨日、祈奠された、ジャン・ペンクレシ神父様、パリミッションの神父、98歳でした。その尼崎のドモスガラシアで祈奠されました。ジャン・ペンクレシ神父様の永遠の安息のため、このミサを捧げます。皆さん、聖なる祭儀を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いましょう。全能の神と兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによってたびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。主よ、慈しみよ。主よ、慈しみよ、私たちに。キリスト、慈しみよ。キリスト、慈しみよ、私たちに。主よ、慈しみよ。主よ、慈しみよ、私たちに。祈りますよ。永遠の父よ、あなたは一人子の誕生によって私たちを新しい人としてくださいます。キリストと結ばれた私たちが神の子供として生きることができますように。主キリストは生きて治めておられます。悠々とこしえに。アーメン。使徒ヨハネの手紙。愛する皆さん、何事でも神の御心にかなうことを私たちが願うなら、神は聞き入れてくださる。これが神に対する私たちの確信です。私たちは願い事は何でも聞き入れてくださるということが分かるなら、神に願ったことはすでに叶えられていることもわかります。死に至らない罪を犯している兄弟を見たら、その人のために神に願いなさい。そうすれば神はその人に命をお与えになります。これは死に至らない罪を犯している人々の場合です。死に至る罪があります。これについては神に願うようにとは言いません。不義はすべて罪です。しかし死に至らない罪もあります。私たちは知っています。すべて神から生まれたものは罪を犯しません。神からお生まれになった方がその人を守ってくださり、悪いものは手を触れることができません。私たちは知っています。私たちは神に属するものですが、この世全体が悪いものの支配下にあるのです。私たちは知っています。神の子が来て真実な方を知る力を与えてくださいました。私たちは真実な方のうちに、その御子イエス・キリストのうちにいるのです。この方こそ真実の神、永遠の命です。子たちよ、偶像を避けなさい。神の御言葉。主が
この福音書です。その福音書の中でイエス様が洗礼を授けるということは、今日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 の福音書です。その
天礼の色を緑になります。この週の洗礼ということは、明日はミサの中でいろいろ話しますけれども、この洗礼によって私たちは神の子になること、またすべての罪を許されるということで、私たちは信仰を持って恵みをいただいて、この教会のメンバーになります。向こうの総教会に来てから今まで二人の信者さんは、信者として直接私に伝えたことは、信仰またこの教会のメンバーとして辞めるということを自分の決心したことは分かりました。もちろんこの教会のメンバーとしてまた信仰を持っている人は辞めるということは私たちにとって悲しいけれども、すべては自分の自由意志によって私たちは信者になることは求めていることです。だからこそ大人でからその洗礼を受けたその後、ほとんどの人は教会に通っていない、なかなか連絡もない長い間そのことがあって、だからこそ人数は500人以上でも多分教会に、まだ信仰を守っている教会に通っている人は5分の1だけかなと思っています。この2人友のため、このミサで思い出して、私の祈りは、自分の決定することは分かりましたけれども、一応教会の教えで洗礼を受けた時は自分の自由意志によって、イエス様が自分の救い主として教会のメンバーとして受け入れたけれども、途中で辞めたということは、まだその洗礼の封印を残っています。だから神の子であることはずっとこの信仰を守るということは、今の時代はとても難しい。私たちの役割、特に私主任としてその方々のためにお祈りすることは当たり前ではないでしょうか。神の子であることは洗礼終わりではなくて、その信仰と洗礼を恵みとして守ることもあります。その一方では、ある人はご主人が臨終の時洗礼を求める、できるかどうか今のコロナ禍で病院の状態で入れるかどうかまだわからないけれども、その方のためにも私の祈りも捧げたいと思います。私がこの教会で洗礼だけではなくて葬儀という行い、そのミサも誰でもどうぞ、その近所の人々も分かります。だから洗礼を受けなくても私の役割はその人のためにお祈りすることです。だからこの教会の属していない方々、また葬儀求める方々、信者ではなくても、それを私が大歓迎とします。今日のミサで、昨日起点された98歳で、ジャン・ペンケレシ、神父様、バリミッションの神父様の永遠の安息のため、またこの教会属している方々のために、そしてあまり関係ない人々、この教会が離れてしまう人々のために、このミサを捧げたいと思います。アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労
ことの実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるブドウ酒はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん、この共に捧げるこの生贄を全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のためにあなたの手を通してお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。信じる者の喜びである神よ、この供え物を受け入れてください。私たちがあなたにふさわしい礼拝を捧げ、尊い秘跡に扱って一つに結ばれますように、主キリストは生きて治めておられます。悠々とこしえに。アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心を込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父よ、あなたの栄光をたたえ感謝を捧げることは、誠に尊い大切な務めです。あなたは御子キリストを使わし、諸国のために、救いの神秘を示してくださいました。キリストは死に定められた人間の姿を持って現れ、私たちを不死の命に呼び戻されます。神の意向をあがめ、家の敬うすべての天使とともに、私たちもあなたの栄光を終わりなく褒め歌います。聖なる聖なる聖なる神、すべてを治める神なる主。主の栄光は天地に満つ、天には神にホサンナ。主の名によって来られる方に賛美、天には神にホサンナ。まことに聖なる神、すべての聖聖の源である父よ、今聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの御体と御血になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて弟子に与えて、仰せになりました。みなこれを取って食べなさい。これはあなた方のために渡される私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯、あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よ、あなたの死を告げ知らせ、復活を褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前であなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように。世界に広がるあなたの教会を思い起こす、清子、フランシスコ、私たちの好きよ、トマサクイナスマイダマンヨット、フサスキヨ、パオロサカイトシヒロ、すべての奉仕者とともに、あなたの民を誠の愛で満たしてください。
この世からあなたのもとに召されたジャンペンケレシーを心に留めてください。洗礼によってキリストの死に結ばれたものがその復活にも結ばれますように。また復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟姉妹とあなたの慈しみのうちに亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、神の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエス・キリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに聖霊の交わりの中で全能の神父であるあなたにすべての誉れと栄光は世々に至るまで。アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように。御国が来ますように。御心が天に行われる通り地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命、すべてを導かれる神、いよいよとこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、慈しみを私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、平和を私たちに。世の罪を取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするにふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。Thank you.
りましょう。神よ、豊かな恵みでいつも私たちを導いてください。過ぎゆくものの中にもあなたの慈しみを見出し、信頼を持ってあなたへの歩みを続けることができますように。主キリストは生きて治めておられます。ゆゆとこしえに。アーメン。マリア様の取り付けによって、コウ・ジャン・ペンクレアス神父様の永遠の安息のため祈ります。アビマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、子体内の御子イエスも祝福されています。神の母、聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。皆さん一人一人この御座に共に祈ってくださってありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上にありますように。アーメン。感謝の作業終わります。行きますよ。主の平和のうちに。神に感謝。